こんにちは、ギタリストの藤井真一です。本日は動画と一緒に弾くだけコードトーン完全トレーニングブルース編ということで、コードトーンのワークアウト動画をお送りします。細かい説明は全部省いてですね、やりたいと思いますので、詳しく知りたい方はこちらの、コードトーンのアドリブを弾こう5つのステップで完全解説という動画をご覧ください。それでは早速いってみましょう。はい、では早速やっていきましょう。まず最初にですね、ウォーミングアップとしてコードトーンのダイアトニックエクササイズをやっていきましょう。キーは C で5弦ルートから始めます。ではいきましょう。1、2、3、4。次に6弦ルートやっていきましょう。1、2、3、4。はい、では次に F ブルースのアウトラインをやっていきましょう。コードトーンでコードのシェイプをなぞっていきます。 F7、 Bb7、 B ディミニッシュ、 F7、 D7、 Gm7、 C7。 ここは F7 1小節、 C7 1小節。次2番です。下ります。上って B ディミニッシュで下る、 D7 で下る。はい、では次にナンバーエクササイズをやっていきましょう。リズムパターンに合わせてコードトーンを弾いていきます。今やってるのはルートから1357ですね。1357、1357。弾くときにコードトーンの場所を意識してやるといいです。次3度からです。3571。これも場所を意識してください。歩数と場所を意識する。7から使います。7531、7531、7からルートに向けて下ります。次ルートです。ルートから3度に向けて下る。1753ですね。1753。
では次に模範のソロを一緒に弾いてみましょう。次にアドリブをやってみましょう。ワンコーラス交代でやりたいんですけれども、皆さんがソロを弾いているときは私が伴奏します、私がソロを弾いているときは皆さんが伴奏してみてください。ソロの内容はもちろんね、コードトーンだけでやる方が練習になるので、コードトーンだけでやってみてください。私ももちろんコードトーンだけでソロを弾いてみます。では皆さんのソロから始めていきましょう。では行きましょう。
い、ということでコードトーンのエクササイズ動画をお届けしました。この動画気に入っていただいた方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。